疲れた。どこ行ってたん？ジュネス、布とペンキ頼まれてさ。飾り付けのか。お疲れ様。領収書切ってもらった？うん、向こうも分かってたみたいで何も言わずに書いてくれた。当日のことをちょっと聞いといてほしいんだけど。合コン喫茶のこと？そう、花村も実行委員だし。ね、ちょ、何それ。案出したの花村だろ。マジかよ。つってもやること受付とかだし、受付済ませたら男子と女子数人ずつ対面で座ってもらって、最初は質問タイムだろうな。30分ぐらいしたら告白タイムだな。相手も OK したらカップル成立。おい花村、聞いてるか？はあ、分かった。この布を丸めたら結構ボールっぽくね。よし、じゃあ俺キャッチャーするぜ。キャッチャーかよ。なら花村バッターやんね。もうやけた。いいぜ、顔面返しだ、来い。ちょっと男子、真面目にやんなさいよ。難しいなこれ。そもそも人通りがあんまり。見てってもらうには桜が必要かな。桜？俺らで。寒くね？仕方ないだろ、客来ないと始まらないし、人通りもあまりないんだから確実に呼び込まないとさ。けどここにいるの5人で奇数だし。チース、先輩方、様子見に来ました。すげえタイミング。でも男4の女2だろ。お前らどうせ明日女装すんだろ。どっちか女の席に座れ。はあ、誰が。じゃ、花村、お前女役な。マジかよ。じゃ、始め。始めていいよ。開始してくれ。つか、なんなんすかこれ。合コンの真似。あ、いえ、合コンですわよ。ほほほほ。いや、いいよ言葉遣いは。じゃあ、ご趣味は。乗ってくるなお前。趣味は、格闘全般です。見る方メインね。うわ、すっげえ恥ずかしい。私は、シャドウを倒したり。それ趣味じゃねえだろ。そっか、ごめん。じゃあ、こっちから質問するね。ないな。好きな女の子のタイプは？おお、直球。かわいい子？なんか寒いな。今さら。
次お前だぞ。好きな女の子のタイプだって。ありがとうって言えばいいのかな。じゃあ次、幹事くん。あ、俺はその、ちょっとミステリアスってか、強いように見えて意外にっていうか。それ誰のことだよ。へえ、みんなかっこいいけど、やっぱり頼りになるのは。ってアホか、素人に乗りツッコミさすな。はあ、先輩盛り上がってま、せんね。じゃあまた。合コン喫茶失敗だな。